チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちのお昼ご飯はネバネバ丼でいただきましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのお昼ご飯いただきますってことでね、今日はねネバネバ丼でいただきましょう。醤油をね、なもんでかな、まあかけすぎたら辛いけどね、いい無添加のね本醤醤油なんで美味しいはずです。ではいただきます。だし醤油のやつも美味しいけどね、これ本醸造の醤油だとね、醤油だけでめちゃくちゃうまいね。いただきます。ネバネバ元気になるわこれ、ちょっとね、なんやかんや体力がね奪われて、ネバネバね、体にいいし優しいし体力、疲労回復にもいい、その上消化にもいい、最高やんか。で、山芋とオクラと平飼い卵の醤油は海水天然を使った本醸造の醤油、もう海水天然使っただけじゃんね。国産の豆、国産の小麦粉それと塩だけで作られたね醤油。この塩も海水天秤、はいこれ、うまい、あのね素材の味、山芋の味とかオクラの味をね引き立てても、たまにね、あ、スープがね、ごま油切るしな、あの外食とかの醤油とか使うとね、やっぱりね、本醸造じゃない醸造アルコールを使った醤油ってすごい分かるようになってくる。醤油の味が全然違う、なんか山芋のね、甘みすら感じるもん、美味しいね。美味しいね、やっぱり。じゃあ結構山芋好きでね、でもね、まだもうちょっと早いけど、大田の道の駅にね自然薯を買いに行くんよ。自然薯もね、なんていうの、長いのとつくねみたいになったの、この丸っこいのたんだけど、長いの高いね。いやこれね、ほんの難しくて、道の駅に出てる自然薯は自然芋って書いて自然薯って読むんだけど、もう字のごとく自然の芋やね。山になってる芋を田舎のおっちゃんおばあちゃんが掘り起こしに行って道の駅で売ってね、栽培してるんじゃなくてね、ほんまに自然で取ってたやつが売られてんねんけど、あれがね、もう長いやつだと、あんま1メーター以上になってるやつなんだけど、折らずに綺麗に掘り起こす。そう、1メーターぐらい掘り起こさない。いや、大体まっすぐ入ってんだけど、たまに根っことか曲がったやつとか、土の掘り方失敗したら折れたりするの。一気に下がってて。食べるの一緒やから、あっちゃん折れたやつ出んねんけどね。安く売ってくれたやつね。うん、高いから、
な手袋みたいになったこんなつくね芋になったやつがあるの。つくねっていうかね、うちわみたいな薄っぺらくて開いたやつね。ほんとは安いから買うのに、これぐらいので300円とか400円で売ってるから買ってくるんだけど、このね、どうしてもね、芋がね、汚くなるね。今回は皮むいて吸ってんけど、芋がね、皮口するとね、色が濁って変な色になるんだけど、体にはそっちの方が栄養さっていいねんね。で、普通の山芋、長芋よりも、自然薯とか大和芋の方が栄養素が高いんだ。で、ね、風邪ひいたりね、ちょっと食べられへん時は大和芋とか、自然薯を吸ってそれ舐めるだけでもね十分栄養分の、結構ね今から秋にかけて自然薯が出るから道の駅買いに行ったりするんだけどね、好きでね、ただ、高い。本当手がかゆくなる、食べた口がかゆくなるとかね。なんだけど、これまたコツがあってね、芋のトロトロ繊維って、顕微鏡で見ると、あって尖ってんねんって、繊維になってんねん。この繊維が刺さるん。だからかゆくなるねんって。だから、この繊維って細かく見えへんからね。で、ただ、お酢で溶けるんやって。だから、酢をつけて、つけた酢の手ですり。で、あれ、すり終わったら、酢で手を洗うって言うて、酢を使うとね、かゆみもないね。今回だからね、全然かゆみないよ。酢つけて、吸って、で、酢で洗し、流し洗いしたんで。だから、かゆくはないよね。色素の強い芋はね、そういったすぐからもう色が変わる、変色するんだけど、かゆみはね、今回ね、あんまり変色なかったから、ちょっと、かゆかい成分弱かったのかもわからへんけど、全然かゆくなかった、酢つけて吸ったら。おいしいね。甘いものは唇につけたら買いになるからベロからいってね、パコッてしょぼいてうん、おいしい。なんか元気になった気がする、気だけねまあすぐにはならんけど、この後元気になるけども、今回ね、山芋のネバネバ、オクラのネバネバ、ね、野菜の卵、最高、明太子と。わかめのスープ美味しかったです、ごちそうさまでした。ということで今日のあっちゃんちのお昼ご飯ネバネバと良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。美味しかった、ごちそうさまでした。